私はラッセル・コロファックス軍曹。これから真実をありのままに話す。なぜかって？もううんざりだからだ。クソみたいなデタラメばかりで、ここで起こっていることをごまかすことにな。正気を保っている誰かが語らなければならない。幹部の連中はもう正気ではなさそうだからな。ここに入ってもう6年になる。それ以前はアンクル・サムのために砂漠地帯で何度か勤務した。3つの大陸に配置されたこともある。平和維持部隊、軍の教育係、おそらく君たちが聞いたこともないような国の大統領の個人警護なども務めた。そうやって自分を鍛えてきた。この制服を着て以来、ありとあらゆるクソみたいな仕事をしてきたが、今やっていることほどの仕事はなかった。決していい意味じゃない。初めて島に来た時のミッションはシンプルだった。略奪者、泥棒、破壊者の手から特定の建物を守ることだ。とても正常な浄化作戦だった。あのクズどもがライカーズ島から来た時、我々は途中で奴らを食い止めた。連中は容易に突破できると思ったんだろうが、我々は守りきった。訓練された軍の強さを思い知らせてやったんだ。クリーナーズもいる。まったく奴らと来たら一人残らず行かれた連中だ。町を守るという名目で全て焼き払うつもりでいる。化け物みたいな格好をして背中にピカピカの爆弾をくくりつけている。素晴らしい戦略だな。おかげでこっちは奴らの火炎弾用タンクを撃って爆発するのを待つだけでいい。それに異常な執着心を持っている。奴らに話しかけても感染者を焼き払えしか答えない。楽しい話をどうも。火遊びで火傷しないように気をつけろよ。そこで我々 LMB のことを考えてみてもらいたい。この島における規律の最後の砦であり、上から下まで職業軍人ばかりだ。その我々がライカーズやクリーナーズと手を組んだらどうなるか想像してみてくれ。何しろ実際にそうなっているんだからな。我々はパトロールやら共同作戦やら、あらゆることで行動を共にしている。声を大にして言いたいが、私は微塵も賛同できない。幹部の連中は他の奴らと力を合わせることには正当な理由があるという。停戦を申し入れてあるというんだ。みんな多かれ少なかれあの腐れアロン・キーナーにひどい目に遭わされたんだから、連合を組んだとさえ言ってもいいと。連中によればキーナーの姿がウエストサイドピアーズで目撃されていて、奴を追い詰めるために我々は協力体制を敷いているということになる。しかし納得できない。他の奴らは我々にかなわない。一方は便所ネズミよりイカれてるし、もう一方は何の訓練もされてないチンピラどもだ。一体何の役に立つ。私に言わせれば、奴らを行儀よくさせておくよりさっさと手を引く方が簡単だ。そうするだけの価値はある。だが誰も私の意見を聞かない。いつもそうなんだ。